はい、こんにちは、勝又です。さあ、今日もあの企画やっていきたいと思います。過去のパルキアと新しいリアル、パルキア、これの検証ですね。企画検証やっていきたいと思います。同時に出せますので、これが魅力でもありますね。まずは普通に下校まで食べましょう。最初は普通に行きたいと思います。いやー、結構与えれるね、ダメージ。さあ、すごみ吸い取ってください。ぜひ吸い取ってください。これは返りしません。もうダメージ食らえば前に出れるんでね。いいよ、いいね、いいね。特にああいうポケモンには攻撃してほしい。さあ、 260%。いいよ、すごくいい。危なかった、防御してよかったね。さすがにもう吸い取られたら多分やられちゃうんで、月光がね。290。さあ、また吸い取ってほしい。頑張って。いや、避けないでほしいな。ドン。うわあ、これはダメ。一番ダメ。いやー、もっと気合貯めれたのにね。残念でした。マスターボールが下に行った時に投げます。そうするとこういうポケモンでマスターボールが出ずに済むからね。お、交換チャンスもあるんで出しましょう。気合も貯めたいので。あー、持ってないじゃないわ。ピカチュウでした。花粉が。まあ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 。さあ、この後2人ともやられてほしい。
そうすればパルキア2人出せる。お、ラドロス、ガブリアス、スボビー、とりあえず月光がね、効果抜群なんで、あんまり攻撃せずに5で、5でやればなんとか大丈夫だと思う。オッケーオッケー、全然ダメージ与えない。でももうちょっとやられるか心配なんで、ちょっと20で10、あと1回攻撃すればいいね。お、急所、すごいダメージ。オッケー、もういいよ。どうかな、サプライズ。冷凍ビーム、ここから次。いや全然効かないね。うわ、ガブリアス早い、相手の。いや、これはダメかな。よし、強い。出そう、ここであの2人を。カメラタイム、すごいよ。パルキア、パルキアだからね。すごい、ダブルラッシュの方を先に使って、あとで検証できるように技を先に使っておきます。これそうすればね、あとで同じように検証できる。600も超えれます、これで。伝説2体はやばいね。 OK、 さあ次ギラギラがちゃんと出てきてくれればね。ここでもマスターボールはいらないです。違うとこで、よし、全然違うとこで。いや出て、あーよしよし、すげえガブリアス時間差で出てきた。さあパルキアの隣に同じやついるけどね。さあギラティラが来てください。よし、完璧。これで気合を貯めずに検証できる。まずは弱い方で攻撃して、次にダブルラッシュ技持ってる方。
こっち側かな。どっちが弱い方か分かんないね、パッと見。さあどうしよう、35狙ってもいいかな。10にしよう。10でいきます。あ、溜めちゃダメ、気合溜めちゃダメ、危ない。同じパーセントでやりたいからね。急所に当たっちゃダメなんだよな、10の急所で。あれで今度はダブルラッシュ。あ、追い越せ、よし追い越した。今度はダブルラッシュの方のパルキア。35、気合溜めちゃダメ。さあどうかな、これで急所に当たればいいよ。当たんなくても、やっぱ分かんないね、急所当たっちゃったからね。まあでもやっぱ体感的にダブルラッシュ技の方の銃の方が強かったね。急所当たってないのに増え方がかなり多かったので、これも見れば分かる。あ、これでもよく分かりますね。同じ技食らってやっぱ昔の方がダメージ食らってます。新しい方の方がちょっと食らってないですね。これも分かりやすい検証、これすごいいい。最後は35でって言おうとしたけど10になっちゃった。もうここは気合を貯めて検証できたので。当たった、倒しましたね。やっぱ新しい方がちゃんと強いってポケネのちゃんと数字が反映されてますね。あー、もうダメだ、隣惜しい。あー、残念でした。いや、今じゃない、またこれ今度グレードアップしたいと思います。さあサトシからもらいましょう。次は誰で検証しようかな。キュレムにしようかな。キュレム、いっぱいあるからね、昔のディスク。あ、レックーザもいる。レックーザもいいね。まあ、ギラティナに効果抜群なのはドラゴン、コーリー、フェアリーとかなんで、まあ、ドラゴンタイプの技持ってる、氷のタイプ持ってるでやっていきたいと思います、まだ。はい、それではまた明日。